はい、FM 流進堂 DJ のるしんです。今日は1月10日でございますね。今日は成人の日かな。今日か明日が成人の日でね、で明日も休みなんですけれども、まあね、12日から大学が始まるのでね、まあ短い冬休みもそろそろ終わりになりますね。相変わらず今日も、まあ、手伝いで実家の方にいるわけなんですけれども、まあね、成人の日が来るたびに、自分が20歳だった頃ね、思い出すわけなんですけれども、自分ね、20歳になるのってすごく嫌だったんですよ。で、やっぱね、19から20歳になる時がね、かなりすごく嫌だったんですよね。で、なんか自分、まあ今もそうなんですけど、その当時もね、やっぱ自分まだ、こう、大人になりきれてないから、年齢的にもまだ早いだろうと、20歳が来てしまうのが。だから、なんでこんなまだ未熟なのにね、20歳になってしまうんだろうということで、まあ自分自身に対してね、こう葛藤してたんですよ。で、当時ね、浪人してたんで、僕二浪しちゃったんでね。で、まあ当時浪人中で、まあ浪人してるとやっぱり全体的に1年通して暗い気持ちになるんですよ。で、やっぱり次の年ね、ちゃんと受験受かるかどうかっていうのが非常に不安で、で、美大受験っていうのは、まあ、美大自体そんなにたくさん生徒をね、取るわけじゃないので、まあ、競争率的にもちょっと激しい感じがあったんですよ。で、まあ、当初ね、僕芸大狙ってたんで、まあ倍率が20倍とかね、30倍とか、そんなような大学なので、まあ非常にストレスが溜まるような1年だったんですけれども、まあ最終的にはね、僕としては、芸大に行けなくてもいいと。芸大に入るためにまた浪人するのはやめようっていうふうに思ってて、まあなんでかっていうと、まああくまで高い目標を持つことでね、その1年間ちゃんと磨かれればいいやっていう思いがあったので、で、あと浪人するっていうのはやっぱりそれだけね、時間とエネルギーと、まあ、お金と使うわけじゃないですか。なら早く大学入っちゃった方がいいなと思ったんですよ。で、結局その大学入った後の4年間の過ごし方でね、変わるんだろうし、まあ例えば芸大入っても結局ね、4年間遊んで暮らすんじゃ意味がないし、まあ逆にどんなね、大学入っても4年間きちんと勉強すればものにはなるだろうと思ってたわけですね。で、まあ僕は自分、新宿美術学院っていうね、予備校通ってたんですけど、当時まあ毎日5時起きだったかな、あ違うな、4時半起きの5時17分の始発があるんですけど、まあそれに乗ってね、実家の海老名から新宿までね、通ってました。で、始発乗るとね、ほぼ 100% ね、座れるので、まあその座りながら行って、まあ
眠いんですけど、睡眠時間は電車の中で取ると。で結局とそのトータルで見た時に、毎日座って通った方がいいだろうということでね、始発乗ってましたね。で当時、僕小説書いてまして、浪人の年にね出版することになるんですけれども、まあ執筆作業っていうんですか、やってましたね。でそれがね、毎日その始発乗って、だいたい6時半頃にね新宿着くんですよ。ね、それからとことこね歩いて、まあ、だいたい7時ちょっとぐらい前に予備校の近くのところまで着くんですね。で、その新宿ですから、その周りに、まあ、喫茶店がいろいろあると。そこでね朝食食べながら、まあ、朝1時間自分で決めて、これはもう自分に対する課題でね、毎日1時間、そこの喫茶店で朝食を取りながら物語を書くというのを自分に課してましたね。でそれがね結局出版そのものはその当時書いてた話じゃなくて、それより1年とか2年前に書いたね、まあ、高校生の時ですよ。高校生の時に書いた物語が出版されることになるんですけれどもね、後に。でその当時3人の天使っていう小説書いてまして、まあそれもね出版されたらいいなと思いながら書いてたんですけれども、まあ何分その年にね生きる印が出版されたので、まあまだ時期尚早だったということでね、大学2年までね持ち越しになるわけですよ。でまあ一方でね、そういう物語を書くっていうことをやってたわけなんですけれども、まあメインは美大受験でございます。ですから非常にねそれが自分の中で今でもね非常にコンプレックスなんですよ。で美術やってるのに美術コンプレックスっていうのがね、やっぱり非常に心苦しい気持ちだったんですけど、まあその当時からね絵が下手くそだとかね、まあとにかく下手くそだとか不器用だとかねいろいろ言われてきたわけですよ。でそんな自分ももちろん分かっているわけですよね。周りの絵と見比べたりね、周りの人の作ってる作品と見比べると、まあなんとなく分かるわけですよ。だからまあ1年間ねずっと今年こんなんでいいんだろうか、まあ本当にすごい葛藤してましてね、やっぱりすごく今考えても辛い時期でしたね。でまあその美術コンプレックスっていうのがねやっと取れたかなってちょっと感じ始めてきたのが本当にねここ1年ぐらいなんですよ。だからねこれはね前提がやっぱり自分の中にあって、それはねあっけらかんとしてるような感じでもないんですよね。まあそこら辺がねやっぱり周りの人の、まあ、言葉遣いだったりそういうものでも結構影響されるのでね、まあ僕岡本太郎の絵とかねすごい好きなんですけれども、岡本太郎さんなんかもねうまくあってはならないみたいなことを言ってるわけなんですけれども、まあやっぱ岡本太郎さんのすごいところはね一生うまくならなかったことだと思うんですよね。これは僕ね皮肉で言ってるわけじゃなくて本当にねその岡本太郎さんの人柄というかね性格っていうのが、まあ、きちんとその絵に最後まで出ていたっていうことだと思うんですよ。でこれは非常にね僕にとっては重要な問題だと思うんですね、思ってます。ちょっと今回はここら辺で失礼いたします。